はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえず過去のダーナですね、空中回廊に行くアドルをちょっとなんとかするということで、こっちじゃねえし逆か、こっちの方か。そもそもどっちへ向かえばいいんだかよくわかんないからね。こっちでもないし、どこだじゃあえ、どこ、あ、これこれ、こん中か、わかりづら。地形をね完全に把握しきれてないんで、しかもこれ宮殿に通じてんだ、余計わかりづらいわ。セシルって誰だっけ。いやー、大樹の巫女となるとめちゃ忙しいんだよ。武器使っていいということか。手伝えることって言ってもね、特にないんだよね。いずれ力を借りる時が来るかもぼかしたな。留守をきっちり預からせていただくって、別に魔物の襲撃とかはないからね。しかもこいつらは戦わないでしょ。だいたいセシルって今何してんの。別に何もしてないよね、突っ立ってるだけだよね暇そうじゃん。やることがないからあれか。あー暇だな、なんかやることねえかなっていう感じか。やることなければね、ないで時間が経つのがめっちゃ遅いっすからね。門番とかさ超大変そうだよね。まあ突っ立ってるだけとはいえ絶対時間経つの遅いでよ。時代がいつまでも続けばいいのに。それが続かないことはお前も知っているだろう。で、アドルたちがいるのは今ここか。宮殿の中へ入っていきましょう。で、こいつがいて、こいつなんか口があんまり良くない人だよね。そっからあれ、さらにこの奥だっけ、アドルがいるのって。あ、そうだそうだそうだ、ここを渡った先だ、この長い廊下。で、ここが完全に大穴が開いてるのか。あ、これだこれ、ここのところにアドルがいると。あれ、門番ってさ毎回毎回突っ立ってる位置違うんだ、配置が変わるんだね。今日は誰々が非番だからお前はこっちだみたいないや違う配置替えされたのか。
ね、こいつ絶対やばいよ、絶対死ぬよなんかすげえフラグがプンプン立ってるんだけど。ここに一息つけそうだね。あ、これを植えてあれか、多分下に降りられるようにするんだな。めっちゃでかい木がなったな。思い出してきた。確かに王宮を蘇らせようとしてここにヒモロギを植えて、ヒモロギは王宮を守ろうとあの形態へ変化したはずだから。肝心なのは一体何から守ろうとしたのかだが、それは大丈夫か、大丈夫かって言ってもな、大丈夫ですみたいなこと絶対言ってくるからな。おお、今回は素直に受け止めてくれたな。とにかくこれで王宮の地下から大穴の近くへ行けるはずだよ。アドルさん、早速行ってみよう。イベントポイントが地図に記されたと。おお、先へ行けるそうか、王宮も生えたのか。とりあえず入って下を目指せばいいのかな。その代わり魔物もはびこってるね。硬い。よしよしよし、鳥獣の骨。こっち側は何かあるか。とりあえずなんちゃらの牙みたいなのが欲しいんだよね。輝くね、駅は割と手に入るね。あれ、こっちも先進めるな。どっちへ行けばいいんだ。内側は大岩みたいなのがあっていけないね。てかあれ木か。上はそもそも、あ、上もなんか封印されてるっぽいな。この壺を破壊して、こいつらが中心だったらリコッタで行った方が良さそうかな。
ここも特に何にもなしと。やっぱりさっきのところで良かったのか、一応こっちも見てみよう。何にもなさそうだね。戻るか。ん？なんか何にもないか。よし、行こう、奥へ。こいつらが主体だな。高級にブレイクをかけよう。多いな、奥にもいる。目標は全て粉砕する。めっちゃ湧いてるな。あ、あっち宝箱。何、入り口を塞いでいる。あ、支援要請足らない。え、マジで必要人数あと3人。マジか。あれ、これ宝箱マークここだけど上にあんのかな。え、まださ村人さ助けてない人とかいるんだ。何かあるみたいだな。あと3人も大地どこにいるの。もうだいぶ調べ尽くした感はあんだけど。いや、めっちゃ怖そう、これ。この大穴すげえな。死生代の大穴。大穴の内側にいるんだ。深淵というべき闇。ん？気分はどうだ？もう常にね、彼女の安否を気遣っていこう。外周に沿って下へ降りていく。いずれは大穴の底へたどり着く。いや、どんだけ距離あんの。よし、進んでいこう。とりあえずこれをパクって、こっちにも1体。あれ、こっち行ける？こっち行けるね、なんか。てかこっちに行くのか、むしろ。51レベルか今。よし、じゃあこの中へ入っていこう。ん？今度は別に硬い敵はいないかってこの野郎。いや、いるわ普通に。これは食痛い。吹っ飛ばされる。この鉱石をかくって微小石がある。で、下へ下へか。どうしようかな、これ。リコッタ行った方がいいかな。やっぱり多いね、この大石は。わりかし簡単にブレイクはしてくれるけど。
あれ、なんかすげえ変なやつがいる。なんだこいつ。とりあえず強引に行こう。地流撃。いやーでも他の音あんま使わないかんね。こっちにもいる。半分くらいヒットポイントを消耗してしまった。奥へ進んでいけばいいかな。お、え、なんか、え、これ何、大丈夫。なんか落ちるけど、え、ちょっと待って、どういうこと。全然攻撃とかできねえんだけど。ちょっと待って、息がやばいってこと。いや、これマジ吸い込まれていいの。あはは、ダメじゃん。ちょっと待って、一回体勢を立て直そう。くそー、回復をさせなくては。ヒールポーション、まだまだいけるよ。ちょっとマジでどうすればいいんだ。ここにいるだけでもう吸い込まれんな。こっち側もう穴があるけど、穴に入らないように先へ進んでいくと。で、ただこっちってさ、行けないよね。穴に吸い込まれないよう、吸い込まれないよう進んでいくのか。で、高野のことどこになんだこれ。穴多すぎでしょ。いいのか本当に。レベルアップだ。おーおお、待て、息がこっち行けない。行ったとしても、あ、大丈夫か。ただに深いところにはまっただけか。なんとかここまで来たが、どこまで進めるもんかね。本当だよ。私、水の中はちょっと行けるところまで行くしかないだろうな。いざいざ。いやー、そんなさ、勇ましいこと言ってるけどさ、レベルアップ。ブレイクできない。結構ね、鬱陶しいんだよね、この植物。あ、回復ポイントがある。その前にこれをぶった切って、ボスか。このパターンはボスだからね、回復ポイントの後。こいつシエラカントス古代防御。おー、なんか電撃を放ってくるのか。てかさ、水の中で電撃とかやばくないか。ザコッパも普通にいるね。いけない、これ。これこれ弱点とかあんの。おお、分からんから使おう。もう この時にレベルアップするの、どういうこと。お、ぶっ倒れた。チャンスだ。畳みかけろ。強くはないね。もう倒せそうだ。
爆発するところもよくわからんよね。なんで生物が爆発するの。そして特に何も言うことなく先へ進んでいこう。あ、宝箱が見える。敵がなんかすげえいっぱいいる感じなんだけど。鮮魚の鱗、聞いたことがあるかもってかもなんだ。海中まで行動範囲を広げられる。まあサハドは確かに得意そうだからな。素潜りで魚を取れるくらい。運びに役立つかもしれんぞ。よろしく頼もう。ほんと仕事熱心だな。水中で呼吸できるようになる理法具。それが果たして人数分あるのかどうかだよね。敵のマークがついてるけどさ、ここにはいないよね。別のフロアか。一回戻って水中に潜るっていう感じか。で、多分またね、装備しないといけないんだよね。アイテム、冒険具、二段ジャンプはね、やっぱ必要だからね。ツタは今のところいいかな。どれだ。あ、地図を書き示す範囲が広がる。これもらったのか。すげえも思ってたなあいつ。こ、呼吸できると分かっていても緊張しますね。まあそりゃね。だがこれでじっくり水中を調べる。こっちの方がそうすると行ける。行くぞ。行くぞって言うまでに行ってるけどさ。あれ、こっち側行けないのか。ジャンプしても通過はできない。どういう感じなんだろうね、水の中にいるって。破裂の胞子、茎から離れると破裂する不思議な植物。衣服にくっつく性質がある。近づくとくっつく。そのまま引っ張ると飛ばすことができる。破裂によってダメージを与えられる。爆発に巻き込まれると自分たちもダメージを受ける。え、何、どういうこと。マジでわからん。くっつく。おお、なんだなんだなんだ。え、これで、あ、逆ね。逆にこうやっ、あれ、くっつけてこうやってピヨーンってやるわけね。こうやってピヨーンと。おお、なるほどなるほど。うん、それでって感じなんだけどさ。ま、敵がいっぱいいるからこれをうまく使っていきましょう的なあれかな。そもそも強いのっていう。ここでくっつけてピヨーンと。あんまり飛ばないんだけど。で、問題はこいつがな、めんどくさいんだよね。ボイン、切り込む。
あんまりいいもの持ってないな。釣り餌とか。で、宝箱をゲットしよう。離礁石、なかなかいい感じだな。結構必要になりそうだからね。やってビヨーンと、あれこっちもいけるな。まずは強引に切り込む。適当に押してたらフラッシュガードが出た。お、合質繊維。合質繊維はね、確かにあるんだよ。なんちゃらの牙だよ、なんちゃらの牙。こっちも行けるね。どこへ向かえばいいんだ。ま、いいか、このままこっちへ進んでみよう。またこれ何、吸い込まれる系。あ、違うの、何これ。おお、上に上がってく。ちょっと待って待って待って、あ、これで上に上がれるのか、むしろそういうことね。上に上がってあいつら落ちてきてる。難しいんだけど。ほっ、ほうほうほう、そういうことか。立体的だね。すっげえ敵の数がいるんだけど、こいつらあれか、火災系か。そんなことはないな、一応通るな。うおー、でもなんか電撃がすごい。めっちゃ勝ってんだけどこいつ。よった、よーし。ドアニル、ドアニクルの甲羅。んで、またこれ下にドボンできるのか。下に降りるか。そうするとこれを活用していこう。ほらあれどうなった。痛い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 。3連打全部食らったな。硬いのがね、やっぱり厄介なんだよね。あっち側に素材がいっぱいあんな。上にあるのかな。一回こっから上に上がるか。で、あっち行ってみよう。痛い、また人々が減ってきた。やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って。ゴリ押ししすぎだからな。パル隠れるものをパクってこう。青き調合所めぐみ。あ、宝箱ルートだったとして、だったとしてどこへ行けばいいんだ次は。もう一個のあれか、行けるところか。あ、でもこっちもまだ行ってないか。自分がどこへ行ったんだかいまいちわからんからな。あ、これまた上に登れんね。
来たところか。あ、いや待って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 、やつらに任せよう。よさ使っちゃっていいんじゃないの、あの必殺技。いてぇ、ドアに来る。割と結構溜まるからね。これでもそこまで減らないっていう。よーし、果たしてこっちで合ってんのか。お、なんかちょっとなんか作られたところに出てきたね、多分だけど。ここら辺は特に何にもなし。おーおーおお、どこへ通じてるんだこれは。見てください、建造物です。多分王宮の記録ということは、もう海底に近いところにいるはずだけど。なんで海底なんかに作ったの。またこれ宝箱のマークがあるけど、え、上、お願いします。またドアに来るみたいなのがいるよ。かったいんだよねこいつ本当に。かったいってヒットポイント的に。ゴリ押す。よーし、ドアに来るのなんとかくれくれない。あれ、なんかいた。この壺を破壊して何にもなし。うん、こっちに行けるね。宝箱マークがあったからこっちから行くのか。リコッタお願い、ブレイクをお願いします。小ん聖証庫、難しい名前になってきたな。細くて入れん。また硬いくんだよ、硬いくん。こいつらはね、輝く粘液をわりかし持ってるから。前に進む道と上に登る道か。こっち行こう、先に。あれ？何これ？あ、いた。え？それで？宝箱、竜鱗、やったー。なんかすごいのを手に入れたぞ。で、上に登って、あれ、さっきの上に登るところもそうすると気になるね。すぐ気になるからな俺は。ちょっと戻って上を確認してみましょう。もうこいつはちょっとシカトして上行って、でかいやつがいる。いや待て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 、これはめんどくさい連中だな。とりあえず使おう。2人入ってるこれくらえー。宝箱はあるね。よしよしよし、来てよかった。小さな金の理想中、よくわからん、もう名前がわからん。まあでもよかったよかった。じゃあこのまま先へ進んでいきましょう。あれ、こっち側も左もなんかあるね。なんだマジ広すぎだな。え、めっちゃ広いんだけど。え、痛い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 。ここに木があって、
温かい木を大量に手に入れて、あれマジでどこだこれ、上へ行くのかこの下に降りていくのか。でも調査は海底の方に行くって言ってたよね。でもなこの建造物も気になるからな、やっぱり一旦またこっちへ行こう。で上に登っていって、でここは、え、ここどこ、ん、どこへ出てきたんだ俺は。宝箱マークがあるな。とりあえずこれはパクっておこう。まあ一人役、あれここ一番最初のところか。ん、ショートカットができるようになったってこと。でこれ23人必要なところだよ、ね、痛い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 。なるほどなるほど。でこう来て、ってことはやっぱりさっきのところから下に潜っていかないといけないんだな。そうかそうか、当初こっち側に来るといけないよみたいな、そういうあれなのか。ここが開かないんだね、ここが開かなかったから回っていかなきゃいけないっていう。ようやくつながった。じゃあどっち側だっけ。このままこいつはもういいよ。うわ、しまった、重機を使ってしまった。あれ迷った、違う、こっから入ってきてでこっちに来て、どっかで左に行くんだよね。こっから来て、でこっちだ、こっちへ行けばいいんだ。もうこのごっついやつはマジでシカトしよう。逃げる、で下へ潜っていこう。よしよしよし、こっちだ。おお、めちゃくちゃ降りていくな。で一応セーブポイントでイベントか。というところで、じゃあ今回はここで一旦終了して、サブクエとかもあるんでね、ちょっとサブクエとかもこなしたいんで、それはここワープできるよね。一旦戻って少し体勢を整えようと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。
アドル。
Thank you.
Ha ha!